ついにこの日が来たドラゴンクエスト11、過ぎ去りし時を求めてが今日発売じゃで、だからどうした勇者主、もちろんお小遣いで買える金額じゃないので、マミーを説得して、絶対に買ってもらう。うん、まあ頑張れ。おし、じゃあ早速。ママ。どうしたの主ちゃん。今日も綺麗だね。あらありがとう。もう後ろ姿なんかまるで。浜辺に横たわるトドだよ。褒めるの下手すぎか。あらありがとう。いやママ、受け入れんな。ところで主ちゃん、ちょっとお願いがあるんだけど。お、何でも言って、しめしめこれはチャンス。おい心の声、思いっきり声に出してたぞ。ちょっとお使い行ってきてくれる？もちろんだよママ。じゃあね、ここから歩いて30分の隣町のスーパーで。お、あそこね、何買ってくればいい？お米50キロ買ってきてちょうだい。ママ、トド発言めっちゃ怒ってたー。はーい、わかったー。じゃあ行ってきます。いや、買いに行く前に気づけよ。ご機嫌取り作戦、失敗。あのさ、ママ。ワッツアップ。急に英語喋んな。あのさ、欲しいものがあるんだけど、お小遣いで買える値段じゃなくて。それで？今度のテスト頑張って、学年10位以内に入ったら、その、買って欲しいなって。まあありがちな作戦ね。10位入れたらすごいわね。前回何位だっけ？300人中、14位でした。いや、無駄に勉強できるんかい。そうねー。まあいいわよ。で何が欲しいの？え、本当に？ゲームのソフトなんだけど。とどに二言はないわ。ママだろ。おー。ママありがとう。はいはい、わかったから、しっかり勉強しなさいよ。おっしゃ、急にやる気出てきた。あ、でも今思ったんだけど、次の学校のテスト。12月。あと4ヶ月も待てません。いやお前は、本物のアホかー。ご褒美作戦、待てないので失敗。母上、ちょっとご相談が。何よ、改まって。夏休み、しっかり勉強したいので、新しい教科書買ってくれませんか？勉強道具だったらいいわよ。いくらあれば足りるの？8000円あれば。高いわ勉強道具。8000円、なんでそんなするのよ。ちなみに教科書の名前は？ドラゴンクエスト11、過ぎ去りし時を求めてです。どこが勉強道具だこら。それってゲームじゃん。ダメよ、そんなの。母上はわかっておられない？ドラクエを通じて、勇者の正しい心、諦めない心、優しい心、誠実な心、人生に必要なたくさんのことを学べるんです。義務教育なんかより、もっと大切なものを学べるんだー。ちょっと何言ってるかわからない。そう？じゃああなたはドラクエで学べることが大切であって、プレイを楽しみたいわけじゃないのね。さすが母上、その通りでござる。じゃあ買っていただけますか？いや、それだったら簡単よ。YouTube ですでに、いろんな人が実況動画上げてるわ。それ見て、あんたの言う、勇者の心でも何でも学びなさい。そうきたか、ママ強し。試合、終了。勝者、母上。あの手この手を試してきたが、あのラスボス、簡単には攻略できそうにない。母親をラスボス言うな。こうなったら、無理やりにでもかわせるしかない。おいお前、何する気だ。このお昼寝怪人ママ多め、なんか変なの来ました。ドラクエを買ってくれないと言うならしょうがない。正義の炎に裁かれよ。人形か。はいはい、テレビの音聞こえないでしょ。ふ、余裕ぶっていられるのも今のうち。くらえ、ベギラボン。マコカウンター。じゃあ。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。